皆さんこんにちは、美容ブロガーの土屋美です。今日はですね、また今週のアイハーブが届いておりますので、こちらの内容をご紹介したいと思います。今回もですね、またいつも家で使っているものが切れたので、それを買ったんですけれども、こちらのエコバーの柔軟剤は一個一個こんな風に個包装になってるんですよね。これの粉末タイプの方は箱に直接粉がね、ドバッと入ってる状態で、結構いつもね、もう開けるのもスリリングなくらい粉がこぼれてるんですけど、これはね、本当に詰め替え容器に詰め替えても全然中も汚れずに使えて便利です。でね、最初なんかタブレット使うときは溶け残りとかもちょっとどうなのかなって心配だったんですけど、こちらはそんなことはなかったので安心して使えてます。でもう一つ、こちらもエコバーの柔軟剤です。うちなんか息子もすごい敏感肌で、結構市販の柔軟剤使っちゃうと、もうすぐにね、首服着た瞬間真っ赤っかになっちゃうんですけど、これだと全然荒れないので愛用しております。であとはね、いつものトワイニングスの、オーガニックのルイボスティーです。うちのルイボスティーいつも大体こちらを飲んでます。でこちらですね、足袋の形になったパックで、お風呂上がりのちょっと柔らかくなった足にサッと履いて、私はその上からちょっと靴下厚手のものを履いて、しっかり密着させるようにして使ってます。なんか足の指とかがこう年々こうくすみやすくなってたんですけれども、そういうのも透明感が出て綺麗になるのでおすすめです。で今回こちら、これが最後です。蜂蜜、そう、蜂蜜です。蜂蜜です。すごい美味しそうだったので買いました。蜂蜜ってどんな色だろうね。蜂蜜はね、こんな色です。またパンケーキとか作った時にかけて食べてみようと思います。今回の購入品はこのような感じでした。もうね、アイハーブここ 2,3 年ずっと週に1回ぐらいずっと買い続けてるので、やっぱりそのもう買っている過程で失敗したものとか、ちょっとこれはダメだったなみたいなものは買わないので、もうずっと今買ってるのは自分の中のベスト商品ばかりです。今日も最後までご視聴くださりましてありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、コメント、評価よろしくお願いいたします。バイバイ。これから遊びに行ってきます。はい。